こんにちは、かけむらです。またまた逆光です。すいません。今日は前に言ってたコキズケシさん商品の比較レビューなんですけれども、これはこの間オートバックスで買ってきたソフト99のコーティング車専用のワックスなんですけれども、あとこれはちょっとだいぶ前に買ったプロスタッフさんのコキズケシポリマータイプですね。あと2年前ぐらいに買ったクイックっていうんですかね、襖が飛んできて傷入った時に、試したレビューした傷消しアイテムなんですけれども、ちょっとこの3製品をですね、これぐらいの傷なんですけれども比較レビューですね、やってみたんで、よかったら見てください。それでは3製品、比較する傷なんですけれども、1、2、3箇所ですね、分けてみました。まず傷の方から確認してみましょう。こういう感じでちょっと背景がシルバー色混ざると見えやすいんですけど、こんな感じで傷入ってます。でちょっとね、角度によっちゃ、目立たないっちゃ目立たないんですけれども、目視やったら結構目立ちます。ここもそうなんですけど、こういう感じで背景が白かシルバーやったら、これは分かりにくいか、シルバーの方が分かりやすいですね。こういう感じでビッシッと傷がいってます。でこっち側もそうなんですけど、背景がシルバーやったら横線に行ってるんですけど、こういう感じでこれをちょっと比較対象にしてみたいと思います。まずですね、ちょっと分かりにくいんですけども、ここの縦の線の傷ですよね。これは、前にも試したんですけれども、プロスタッフさんの、擦り傷消しで消してみます。これは、もともと洗車傷消すやつなんで、消えないかも分からないんですけれども、ちょっと試したくて、すいません。これはもう、ぐるぐる回して、であと乾いたら拭き取るだけです。塗装とかコーティングには影響なくて、目立ったところは目立たなくなるんですけど、根本的にやっぱりそうですね、傷が消える埋まるっていうことはなさそうですね。傷の色が濃くなって、同化ボディと同化するっていう感じですかね。よく見るとやっぱり線は見えます。ソフト99と同じで目立たなくなる感じですかね。それでは乾いたと思いますので拭き取りしてみましょう。目立たなくはなりましたね。でもこう至近距離で見るとやっぱり線は残ってます。でも塗装には影響がないから、手軽に傷を目立たなくするにはいい商品かなっていう感じでしょうか。次はソフト99さんのコキズ消しですね。これなんですけど、ここ施工したとこなんですけど、さっきちょっと洗剤で洗ってみましたら、やっぱ落ちちゃいましたね。カーシャンプーでゴシゴシゴシって何回か洗ったら傷出てきました。ちょびっとなんでこれぐらいにしときます。これがですね、塗装が濃くなっちゃうんですよね。水性なんで水洗いっていうか、カーシャンプーでゴシゴシを洗ったらワックスの成分取れるから、その濃くなったのも分からなくなるんですけど、また傷も出てきます。ほら、すごいお手軽に傷むっちゃ目立たなくなります。すげえ、ここをちょっとビッシーって言ってるんですけど、枯れ草がヒットしたらこれがちょうどいいん違うかなって思います。いいっすね。これ拭き取り不要なんですよ。塗り込むだけ。これもきっちり線は残るんですけど、その線の色がプロスタッフのものよりも濃くなって
まあまあほぼほぼ目立たなく、パッと見分からなくなります。なかなかいいんじゃないでしょうか。後であのマスキングテープ外してちょっともう一回見てみますけど、こんな感じです。最後にここなんですけれども、これは前にあの襖がルーフトップに当たって傷になった時に使ったこのクイックっていうやつ、クイックスって読むんですかね、を使ってやってみます。これね、1番と2番、1番が傷を埋める薬剤で、2番がツヤを出す薬剤なんですけれども、ボディの色にちょっと影響が出ますんで、で洗車しても取れないんですよ。だからあのこれを使うときはちょっと慎重にやった方がいいかなって。でちょっと傷を埋めてボディと同化させる1番ですよね。あの1分から2分ですね。傷が浅ければ1分ぐらい、傷が深ければ2分ぐらいゴシゴシやって、で1回2回3回っていう感じで傷埋めていく感じです。場所が少ないんでこれぐらいにしときましょう。であと薬剤っていうんですかね、補修剤が余ったら必ず濡れた綺麗なタオルでクロスで拭き取りが必要です。これすごいですよ、やっぱり塗った瞬間にも分かれ傷がマジか、もう分かれへんなったで。でもねこれでこの補修剤後で必ずちゃんと拭き取り線とボディに影響出ます。ちょっとくすんだ色になります。1分ぐらいゴシゴシと円を描くように、やっていって、で 1,2 分したらその余ったところを拭き取るんですよ。ざっと拭き取っていいのかわからないんですけど、それで傷がまだ残ってるようでしたらもう一回1番の補修剤をやっていって、ほんで目立たなくなったら2番のツヤ出し液で、ツヤをボディにその補修した部分をツヤを出すっていう形で補修していきます。いやこれすごいわ、もう見えへんなった、跡形も見えへんなったこれはちょびっと赤が深い傷でもいけました。襖がブッシューってこすった後もまあまあ綺麗に治った感じですね。あもう固まってきたかな。で余ったところを、余った補修剤をちょっと濡れたタオルで拭き取っていかんとまずいと。あもうこれでええんちゃう、綺麗綺麗いい感じ、もうこれでいいです、これでいいです。それでは施工は終わりましたんで、マスキングテープ剥がしていきます。あーやっぱり色がボディにやっぱ影響出ますね。なんかセロハンテープ、傷の目立たないセロハンテープを貼ったみたいな感じになってますまあこれぐらいしゃあないか。でソフト99のところは塗ったところが色が濃くなってて、傷も色濃くなってて目立たなくなってるんですけど、よく見るとやっぱ傷はいってます。最後にプロスタッフさんの、こき付け紙なんですけれども、これが一番ボディに影響は少ないですよね。こうやって拭いてったらバンドエイド貼ったような跡は消えて、しっかりボディに馴染んでいる感じで、キキーズも目立たなくなっている感じですね。ただソフト99のよりも目立つ感じですからね。これがクイックっていうんですかね、の補修剤で補修した跡なんですけれども、あとツヤ出しの液剤で2番でゴシゴシやったらもうちょっと綺麗になると思うんですけど、とりあえず暑いんで今日はこの辺にさせてくださいすいません。
すいません、気づけしアイテムの比較動画なんですけれども、一番そうですね、あ、落ちた傷がしっかり消えるのはこのクイックって読むんですかね、ちょっと高いんですけれども、2900円か2500円ぐらいで楽天で入手できます。割に比較的簡単に施工できるんですけれども、ちょっとボディに色がこう変な感じになるんで、それだけ気をつけて施工すれば大丈夫です。ボディが傷むっていうことはないんですけど、一番傷がよく消えるんじゃないでしょうか。で、2番目にお手軽なのはこれですね、ソフト99のコーティング車専用なんですけれども、傷消しワックス、枯れ草がヒットしてザーっていった軽い傷やったら、これでさーっとこう磨けばすごい小傷目立たなくなります。消えるわけではないんですけど、目立たなくなります。これもありっちゃありなんですけど、一番塗装に影響は少ないです。すぐ落ちるし、簡単にちょっとした傷やったら綺麗にできるんですけれども、ただちょっと深めの傷とか、ちょっと白くなってるところは全然傷消えないんです。洗車傷とかこれはいいと思うんですけれども、ちょっとした傷とかはこっちがこっちおすすめですね以上です。すいません、最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。